先週、アマゾンジャパンが2日間にわたってあるオンラインイベントを開催しました。それがアマゾン EC サミット2021。 EC とはエレクトロニックコマースの略で、一般的にはネット通販やネットオークションなどのことを指します。今回通販大手であるアマゾンジャパンがデジタルトランスフォーメーションを通じて成長を目指す中小企業を支援するためのイベントを開催したのです。地球上で最も販売事業者様を大切にする企業になるといったミッションを実現するため、日本のアマゾンは日本の販売事業者様の事業を成長し支援する世界で最高のサービスをご提供することを目指しています。1日目は物流やブランディングなど EC ビジネスについての講演やセミナーを実施。そしてこれからこちらの会場でアマゾン出品者アワード2021の受賞者が発表されます。2日目には顧客満足度や売上などを指標にしたアマゾン出品者アワード2021が開催。本日のアワードではアマゾンがご提供する多種多様なサービスをご活用され、顧客満足度を高め、この非常に困難な時期においても驚異的な事業成長を実現されている、そんな販売事業者様をご紹介させていただきます。アワードでは6つの部門で22の販売事業者が表彰されました。ファッション市場において EC の成長が著しいこの時期に受賞できましたことは、弊社のメンバーにとって大きな自信につながるものと喜びを感じております。今後も引き続き商品の改良をサービスに尽力しまして、お客様の購買調達にですねお役立ちできるようにですね尽力してまいります。栄えある受賞者の中で今回番組が注目したのは、ご当地の魅力発信賞を受賞したうちの一つ、山鹿漆器店。この賞は地場に根付いた商品をアマゾンを通して日本全国に届けている中小規模の販売事業者に贈られました。山鹿漆器店さん、どんなお店なのでしょうか。和歌山県海南市にある山鹿漆器店。日本を代表する漆器、紀州漆器を70年以上にわたり一つ一つ職人さんの手で作り続けています。こんにちは。その作業場を見せてもらうと、アマゾンから評価されたその魅力が見えてきました。もうずらっと並んでいるのはお盆です。そうですね、こちらお正月とかに使う半月のお盆でして、はい、黒赤使える両面のお盆を作っております。しっとりと輝いて美しいです。ありがとうございます。あ、こちらで実際に。そうですね、こちらで今から黒の面を塗装するところですね。吹き付けなんですけども、ああいう黒の面を塗ってツヤ感を出しています。これは全て手作業で行われているんですか。そうですね、はい。そうなんですね。わあ、こちらはお弁当箱ですか。そうですね、はい、今これ素材なので触ってもらうと結構ザラザラだと思うんですよ。そうですね、木がこうささくれているような感じですね。そうなんです、そうなんです。でこれをこういう形で一つ一つ触りながら仕上げていって、やっぱり一つ一つ個体差が出てきますので、ちょっとこれでさっき今触ってた結構もうザラザラが全然違いますね、はい、ツルツルになりました、はい、ここからまた塗装にかけて商品を完成させていくという流れが、木工の商品になります。こうして一つ一つ手作業で作られる漆器へのこだわりがアマゾンからの評価へとつながっているのです。 EC の活用について話を聞くと、やっぱりこう、アマゾンさんですぐ届くっていう印象がまずあると思うので、土日とかも発送したりだとか、こういう商品とかだと年末年始とかでも使うので、やっぱ出荷とかすごい大変なんですよね。そういう時に例えばアマゾンさんのプラットフォームだと、アマゾンさんの倉庫があるので、そちらの方に入れさせてもらうと、一応年中無休365日24時間体制でそちらから出荷してくれるので、
そういうプラットフォームサービスが非常に便利に使わせてもらってます。なるほど、働き方も変わってきたそうですね、ところですね、はい。やっぱりなかなかどこで買えるか分からなくなってきてると思うんですよ、今漆器っていうのが、まあ、そういう意味では EC サイトっていうのはまず入り口としてもいいと思いますし、だからまあこれからも続けていきたいなというふうに思います。